ミスターお口のステージショー講座、パフォーマンスを仕事として成功するための理論。こんにちは、ミスターお口です。よろしくお願いします。今日はですね、私が、これも、ちょっと悩んで何年も、悩んでこうなかなか、皆さんもこう、ね、悩むところじゃないかなというところなんですけども、ジャグリングとか、まあ、マジックなんかでもこう難しいことを、やりますよね。お客さんに対して難しいことをやって見せるんですけども、いまいちこう見てるお客様がこうその難しさに気づいてないというか、その反応が良くない、もうちょっと驚いてくれたり、おすごいとかって言ってくれたらいいのに、なんかこう言ってもらえない、いまいちお客さんの反応がないということはよくあるんじゃないかなと思いますね。で、それの解決方法ですけども、これも非常に簡単な方法があります。まあ、もちろん説明して難しい、これはこうこうこうで難しいんですよっていう説明も一つですけれども、もっといい方法がありまして、それは見ているお客様の誰かに手伝ってもらう、これが一番手っ取り早いです。まあ自分がなんとなくこう相性の良さそうなお客さんを選んでステージ上に上げまして、でその難しいことを実際にそのお客さんにやってもらいます。もちろん、できないですからね。ああやっぱり難しいんだねってことがそこで分かりますし、もう一ついいことがあって、まあそれで失敗したことによってこうお客さんの、見てるお客さんの空気が和むというのもね、一つがありますね。でまあその手伝っていただいたお客さんが、まあ、うまくできなかったことによって、それを見ているお客様が、あこれは難しいんだなっていうのに感情移入ができて、そこにまあ共感を呼ぶということで非常にいい風に働きますね。ということで、今回、まあ、皆さんにぜひとも覚えてもらいたいのは、まあ、簡単に、ことでいいので、まあ、この手伝ってもらう、お客さんに手伝ってもらう参加型の、ものをなんかショーの中に一つ入れてもらえたらなと思います。で最終的に、まあ、失敗した中で最終的にはそのお客さんが、成功した方が盛り上がりますので、まあ、手伝っていただいたステージ上で上がってもらったお客様に、まあ、最終的にはうまくいくようなことになれば最もいいのかなと思いますので、ぜひとも、ショーの中で使ってみてください。以上です。